キャッチコピーキャッチコピーキャッチフレーズとは主に商品や作品の広告など何らかの告知や宣伝に用いられ歌い文句や煽り文句となる文章で広告コピーの一部であるジャックとも呼ばれる一文一行程度のものから数行にわたるものまで形式は様々である広告や宣伝においてはキャッチコピーで商品の印象が決まると言え その出来加賀によっては、商品自体の売れ行きが大きく左右されることになるため、重要視される。職業として、キャッチコピーを含む広告コピーを創作するものを、コピーライターという。キャッチコピーは、和製英語であり、英語圏では、アドバタイジングスローガンといって、主に消費者に向けた商品の宣伝文句を指すものであり、キャッチフレーズという場合には、フィクションにおける名台詞。 などを指すことが多い。また、校舎で特定の人物のセリフの引用ではなく、ストーリー全体を象徴するジャックを指す場合は、タグラインという、広告の内商品や作品に引き付けられるように、掲げられるインパクトを持たせたコピー。例えば、日本では江戸時代に引き札と呼ばれるチラシがあったが、そこに独創的な疑文を書くことで字幕を集めるという手法を始めたのは、 平賀県内であると言われる。後に多くの下作者や教科書によってこうした宣伝文句が使われていくようになった。リードコピーはキャッチコピーからの導入部であり、本文を読ませるための部分を言う。ボディコピーは広告の本文にあたる部分であり、キャッチコピー、本文への導入部のリードコピー、広告の本文にあたるボディコピーのように順に構成される。 個々の商品ではなく、企業のイメージや経営方針を表したものを、特に、コーポレートスローガンと呼ぶ。なお、企業によっては、タグライン、コーポレートステートメント、ブランドプロミスと表現する場合がある。現代社会においては、高度経済成長が果たされ、消費社会が成熟するにつれて、広告は、値段や性能などの製品の具体的特徴を語る、ためだけでなく、 もっと漠然としたイメージや時代の空気を表現することで消費者の共感を得ることを目指すようになった。海港県をはじめとし、糸井重里や川崎徹中畑隆といった新しい世代が活躍し、コピーライターは人気の職業になった。また、キャッチコピーを生み出すプロセスと企画、コンセプトメイキングの技術は同じであることから、近年では、 単に、キャッチコピーを書くだけでない、コピーライタークリエイティブディレクターが多く生まれ、その仕事領域は多岐にわたっている。前述の伊藤重里や中畑隆をはじめ、多くの OB を輩出している宣伝会議のコピーライター養成講座など、キャッチコピーの力を鍛える専門教育機関もある。一般に、キャッチコピーは短文であるため、他の宣伝文句と、 同一ないし告示した表現が使われる可能性も低くない。その場合、当該キャッチコピーが十分に短く、かつ日常的に使われる言葉を偶発的に使用したと認められるケースでは、創作性には欠けるものとして著作物に該当しないとされる。しかし、単文の範疇に含まれるものでも、ある程度の長さを持つ場合には、著作物性を帯びると判断されることもある。 あるいは、短くとも、著作物性は認められるが、著作権を主張できる幅が狭まるとする見解もある。実際の判例では、僕安心ママの膝より、チャイルドシートという5七5調の交通安全標語が著作物であるとされた例もあり、キャッチコピー、キャッチフレーズ、スローガンと称するものが全て著作物に該当しないということではなく、 ケースバイケースで著作物性を問われるものであることには注意しなければならない。キャッチコピーは商標法や不正競争防止法により商標としても保護されることがある。ただし、キャッチコピーが商標として保護されるには商標法上の登録要件を満たすことが必要である。つまり、自他商品識別力を有するキャッチコピーでないと商標登録はできない。 この点において、称号や商標を含むことにより、あるいは長年にわたって、広告宣伝に使用された結果、キャッチコピー自体から、商品やサービスの出所を、需要者が認識できる状態に至っているものを除き、多くのキャッチコピーは、商標としての機能を発揮しないと言ってよい。日本の特許庁における、商標審査実務でも、キャッチコピーの商標登録は原則として認めていない。 例えば、ある学習塾が、習う楽しさを教える喜びという文字を商標として、商標登録出願したが、特許庁は、登録を拒絶する新決を行った。その後の新決取り消し訴訟において、東京高等裁判所は、取引者、受容者は、これを、各種学校等の教育に関する駅務の理想、方針等を表示する宣伝文句ないしキャッチフレーズで、あると認識。 理解するにとどまり、自体勤務の識別標識とは認識しないと判事して、特許庁の新決を肯定している。1970から80年代のアイドルタレントにはキャッチコピーがつくのが一般的だった。当時ビクターで宣伝に関わっていた飯田正幸によると、春から年末にかけてレコードを3枚ほど発表し、年末の新人賞を狙うという王道の売り出し方において、 新人の売りを伝えるキャッチコピーは、レコード会社の複数の部署が関わり、制作会社にも了解を得て決定されるほど重要なものであったという。しかし1990年代以降、CD の売り上げが減少に伴い、アイドルタレントにキャッチコピーが付けられるケースも一時減少していた。その後、2013年に、1000年に一人の美少女、 橋本環奈が登場したことをきっかけとし、同様のキャッチコピーをつけるアイドルタレントが続出し、再び多くのアイドルタレントにキャッチフレーズがつけられるようになった。スポーツ選手へのキャッチフレーズマスコミが、スポーツ選手へキャッチフレーズをつけることもある。フィクションのタグラインフィクションのキャッチフレーズゲームのキャッチコピー。ありがとうございます。